矛盾だらけの世界をその手で打ち放って こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのにどうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出して続くんだろうきしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく「かがのない今にさむけない」「この声
がどうか届くに叫び続けてたよ。追いかけるたびにだんだん遠くなって、逃げ出した途端また近くなって、突き通ってるのに見ない向こう側、手を伸ばし続けた。泣きながら笑う日々と運命の果てに、この手を Give this story a happy endingできてないな、まだ体が迷っているんだ、震えてたんだ、コントロールしたってブレンダー、太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ、言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな、展望はないが度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ、必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュシケット、それとも敗北の不純悪か、そう全ては二つに一つ操りたい運命の人、仕掛けるよイリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーにするりと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、アメリどれくらいの代償がいる、手放したくないのはどれ、